こんばんは、リンパケアサークルイルフアの和志美です。今週もご質問をいただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、数ヶ月忙しい日が続き、睡眠、栄養には極力気をつけておりますが、疲れが残ります。ケアもしたいと思いつつ、毎日血が過ぎている状態です。このようなときにおすすめのケアがありましたら、教えていただければ幸いです。ということでした。疲れが残ってるっていう状態なので、まず考え方としては2つで、まず1つは老廃物を排出してあげるのがものすごく大事になります。もう1つはエネルギー産生、エネルギーを作り出してあげようっていう2つですね。要は老廃物、ゴミを排出とエネルギーを作ろうっていう2つの側面が大事かなと思います。ただ大事なんですけど、結局やりたいことってのは書いてる通り、ケアをしたいですっていう風に書いてたんですけど、ケアですね、僕らのやってるリンパケアっていう方法は体液循環を良くする。で、体液循環をすると何が起こるかというと、その一番最初に言った老廃物は排出できますし、エネルギー産生ですね、細胞に栄養が届くので、ね、エネルギー産生ができるっていう状態になりますので、筋肉を緩めるケアをしてあげたらいいと思います。あともう一つはエネルギー産生のことになるんですけども、ケア以外にあともう一つは栄養ですね。もっと言えば糖です。糖質が足らない、特にその栄養とか食事を気をつけてる人で多いのは糖が足らない人が多くいらっしゃいます。欧米人ベースのデータを持ってきてる場合が多いんですけども、僕ら日本人は稲作でその米を食べる民族なので、米の代謝の能力がものすごく高いんですね。なのでその高い分だけ糖質をしっかりとって代謝してあげるっていうことが結構重要なものになります。糖質でも今言ったみたいに稲作の文化なので、パンよりは米の方がいいっていう風に、糖質でもこっちの糖質の方がいいよねはあったりはするんですけども、まず糖質が足らない場合は単純にご飯をちょっと思った以上に取ろうねっていうことと、もう一つはおすすめのケアっていうことなんですけど、おすすめのケアとしてはまず疲れっていうのでものすごく大事なのが、自律神経の関係もあったりするので、夜寝る前と朝起きてからのケアがものすごく大事になると思います。夜寝る時のケアとしておすすめなのは片手万歳ですね。片手万歳は寝っ転がった状態でケアする側の手を当てていただいて、ほっぺたに触れて深呼吸、首に触れて深呼吸で、肘を曲げて胸に触れて深呼吸、これを片側3セットを左右していただくっていうのを夜寝る前にしていただく、これをまず夜寝るときにすることと、あとは朝起きてからで、朝起きてからのおすすめのケアとしては耳たぶ回しと整体操がいいと思います。で、耳たぶ回しは耳の付け根に触れていただいて、後ろ回しに1、2、3、4、ほっぺたを1、2、3、4、耳たぶを1、2、3、4で、顎を1、2、3、4、横に1、2、3、4インして、あで、その後に腕回しですね。腕の形をとって、別に上からでもいいですよ、上からでもいいので持ってもらって、まず胸を開くように後ろに1、2、3、4してから、後ろ回しに1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、6、7、8で、これを3セットで、あともう一つの整体操っていうのが、こういう横になったもの状態で上の方の膝を曲げて、ちょっと自分が持ってるように丸まってください。で、その状態で軽く上までいかなくて前ぐらいでいいですかね、脇に触れて足を1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8で軽くクッと上を上げて、胸を開いて、この肘を90度、さっきの腕回しのような形です。で、脇でもいいし腰でもいいので、そこのところを持ってきて1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、4、5、6、7、8、3、2、3、4、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、これを左右ですね、してみてください。で、以上の寝る前の片手万歳、起きてから耳たぶ回し、整体操をもう疲れてしまってるよっていうことなので、毎日していただくこと、あと自分が意識してる以上にお米、ご飯を食べるっていうのをしてもらうことだけでも、かなり疲れ具合が変わってくると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。リンパケアサークルイルフアでは動画、SNS、メルマガで情報発信をしておりますので、興味のある方はフォローの方よろしくお願いします。